くださったんですね。私たちも早速装置の捜索を始めるです。少しでも怪しいものをとにかく集めていくです。お、新内も合流か。手がかりが少なくて困ってたんだ。助かるぜ。ビックスさん、ウエッジさんも。暁の結盟のピンチとなりや、協力しないわけにいかないからな。ジェシーにとっ捕まって来られなかったシド会長の分まで俺たちが働かせてもらうぜ。頑張れっせ。ありがとうございます。みんなで必ず装置を見つけるです。ここらにはなさそうだな。ウェッジ、お前隙間から奥に入れないか。いくらオイラでもさすがに無理っす。それじゃあ私がやるです。タタルさんにそんなことさせられないっす。心配無用です。私動ける受付なのです。悪い、伝えてなかった。奥の方はまだ安全が確保されてないから深入りしすぎるなって財団の調査員が。って、何か見つけたのか。おお、これまでの中では一番装置っぽいな。その模様、なんかちょっとうちのロゴに似てるっす。類似品にご注意っす。捕らえた、今度こそ。おい、大丈夫か。何事っす。さあ、すり抜けてくれるなよ。悠久の時を経てここに時空を越えよ。もしかしてその装置が正解だったのですね。我にその門を開け。どうかどうかご無事で、必ず皆さんを。いってらっしゃいです。俺たちは歩んできたんじゃない。
あなたはまだ消えるべきではないわ。果てのない夢から目を覚ます。ひどくおぼろげな予感が、しかし確かに自分を呼んだ気がした。同業者ではなさそうだ。こんな真夜中にどうしたね。これはまた随分懐かしい冗談だ。俺のじいさんも仲間と遅くまで飲むときに言ってたっけ。お客さん、酔っ払うのはほどほどに。暗い夜なんて来るわけもないじゃないですか。世界から闇という闇が失われてもう100年も経ってます。ん？どうした？まるで本当にわからないって顔じゃないか。さてはあいつらに襲われでもしたか。混乱しちまってかわいそうに。俺は次の商いがあるからこのままよそに行っちまうが、お前さんは近くの町で保護してもらうといい。この森を東に抜けると巨大な水晶の塔が見える。そのたもとがここらで一番大きな都市。光に反逆せし者が集うクリスタリウムだ。
その塔はどこまでも高くそびえていた。まるで光に覆われた空を裂くかのように。そこから戦いが再び始まる。光を闇に、正義を悪に、覆していく戦いが。お待ちなさい。あなた、見ない顔ですね。それにそのいでたちも。ご覧の通り、この先は私たちのクリスタリウムです。その警備を担う者として不審者を通すわけにはいきません。それで、あなたはどこから来たのです？現象、何です？からかっているつもりですか？クリスタリウムでは身分や出身は重要視されません。しかし、ペテン氏の類はあいにく受け入れていませんので。人を喰らったばかりでしたか。どんな食い方をしたやら忌々しい。ライナ、大丈夫か？ええ、水晶光。はぐれの罪食い。しかも低級な輩です。問題はありません。よかった。しかし、念のため周辺の警戒を頼む。それから、この者は私の客人だ。このまま町に連れて行きたいのだが、いいだろうか？ああ、なるほど。また甲の謎めいたご友人でしたか。了解しました。今後は自由に出入りできるよう、団員たちにも伝えておきます。先ほどの無礼、お許しを。クリスタリウムへの滞在が良いものとなりますよう。ともかく、ここを離れよう。いろいろと質問はあるだろうが、人前では答えにくくてね。さて、何よりもまず召喚に応じてくれたことに心から感謝しよう。本来なら私の部屋に呼び出すはずが、座標がずれてしまってすまなかった。それでも
正しく渡ってこられたようで何よりだ。ここは紛れもなく13ある共像世界の一つ、第一世界。住民にその認識があるかどうかは別としてね。そして私は水晶光、そう呼ばれている。この先にあるクリスタリウムという町の管理者にして、あなた方を召喚したものでもある。ああ、だが事態はいささか複雑だ。順を追って説明させてほしい。まずは一つ、あなたに知ってもらいたいことがある。ここ第一世界は光によって滅びようとしている世界だ。こちらの時間において100年前に光の氾濫という大災害が発生。世界は9割以上の土地を失った。わずかに生き残った人類も光の氾濫が作り出した化け物によって絶滅の危機にさらされ続けている。その化け物こそが罪喰い。あなたが先ほど見たのもそのうちの一体だ。私はこの地を罪喰いから救うべく、世界と世界をつなぐ術を習得し、最強の英雄を召喚したのだ。そしてそれはあなた方の世界、原初世界を救うことにもつながるのだが、大切な客人をこんな場所に立たせておくのも気が引ける。話の続きはクリスタリウムでしよう。驚いたのはその活気だ。滅びの世界にありながら生きるために作られた都市。人々は希望を込めて石を積み、死に絶えてたまるかと町そのもので訴えていた。ここで出会う多くの者がいずれ冒険者を遥か遠くへと導いていくのだろう。
ようこそ私の執務室星見の前。ここならば周りを気にせず話ができるだろう。あなたに話さなければならないことは多いが、そのどれもが私以外の第一世界の民は知り得ない秘密。そこだけご了承願いたい。では早速だが、暁の決明の者たちの行方について伝えよう。結論から言えば、彼らはこちらに来ているが、最近来たというわけではない。原初世界と共造世界では時間の流れにズレがあるのだ。原初世界の1時間が第一世界の1年に相当する時もあるし、その逆もあり得る。ズレ具合は不定で予測さえできない。もっともここ最近はズレが少なくなる傾向にある。当面はこの点について心配する必要もないだろう。しかしあなたの仲間については、サンクレットはこちらに来て5年、ヤシトラとウリエンジェは3年、直近のアルフィノとアリゼーですらもう1年近く第一世界で過ごしているのだ。私はもともとあなただけを呼ぶつもりだったのだが、世界をまたぐ召喚術はとても難しく、あなたと近しい彼らを招いてしまった。想定外の不完全な召喚によって彼らは今見えて触れられる幽霊というような状態だ。あなたはある程度自由に2つの世界を行き来できるが、彼らは自力で帰ることもできない。当初は私も含め彼らを帰還させる方法を最優先で探していたのだ。しかしそれが難航したのに加え、ウリエンジェが召喚される際に通った次元の狭間である光景を見たと告白したことで事情が変わった。次元の狭間では空間も時もあらゆるものが混在する。彼がそこで見たのは未来だ。それは原初世界と第一世界が統合されるという未来。それと同時に原初世界で発生する第8霊災によって多くの犠牲者が出るということ。そしてその犠牲者の中に暁の英雄あなたも含まれていたというのだ。事態を重く見た彼らは第一世界側から世界の統合を防ぐことができないかと検討し始めた。魂は原初世界にあらずとも、彼らはかの世界とあなたのために戦い続けていたのだ。結果分かったのが第一世界を脅かしている罪喰いの脅威。これを打破することができれば世界の統合を、霊災を防げるかもしれないということだ。その原理については私が今語ったとて到底信じられるものではないだろう。まずは各地で活動している仲間と再会し、彼らから話を聞いてみるといい。当然再会の手助けは惜しまないし、共に戦ってくれるかを決めるのもその後で構わない。彼らを元の世界に帰還させる方法についてもいつか必ず私が突き止めよう。だから今は少しだけでいい。信じてみてはくれないか。
ありがとう。信用を裏切ることのないよう全力を尽くすよ。さて、そうと決まれば仲間に会いに行くために旅の支度を整えてもらわなければ。世界を移動したことで体に負担もかかっているだろう。あなたの部屋を用意させるから休息も取るといい。案内しよう。Thank you.